皆さんこんにちは。180日あなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、経営者になったつもりで行動すれと言われてもというテーマでお届けいたします。今年のプロ野球セントラルリーグは、東京ヤクルトスワローズが実に14年ぶりに優勝しました。ヤクルトスワローズといえば野村克也さん、古田敦也さんを思い出すのは私だけではないはずです。お二人は師弟関係にあって、野村さんがヤクルトの監督だった時、古田さんはピッチャーでした。そして野村さん独自のアイディ野球を古田さんに叩き込んだのです。この話は1990年代初頭の話ですが、この頃を最後に私はプロ野球をほとんど見なくなりました。ですから、昨年日本シリーズを制した球団はと質問されても答えることができません。それほどまでに野球音痴になってしまいました。そんな野球音痴の私が、東京ヤクルトスワローズの優勝について紹介するのは、経営と深く関わるような理由があるからです。今年のヤクルトは就任1年目の真中満監督が指揮を取りました。就任1年目ということもあって、下馬評では優勝はとても無理だと言われていました。きっと評論家の方々もこの優勝には驚いたことでしょう。ですから真中監督の采配が注目されています。おそらく指導者としての力量もかなりのものだと推測できます。真中監督は1992年にドラフト3位でヤクルトスワローズに入団しています。その時監督だったのが野村さんです。真中監督はインタビューの中でこんなことを語っています。今日の本物の商売を目指すポイントです。私は当時の野村監督から常に監督になるつもりで野球を見ろと言われ、そう心がけてきたと。当時の野村さんが真中さんに監督の才能があったから言ったのかは定かではありませんが、真中さんはこのことをしっかりと心に刻んだそうです。実は経営者も社員に似たようなことを言います。それは経営者になったつもりで自主的に考えて行動してほしいということです。これが実現できれば経営者は非常に楽になりますが、そううまくはいきません。専務や常務などの取締役にそういうのならわかりますが、課長、係長、主任に行ったところで、おそらくちんぷんかんぷんでしょう。そういったとき、社員を成長させるためには、ピラミッド型組織の特徴を大いに利用すべきです。ピラミッド型組織は、社長、専務、常務、部長、課長、係長、主任、一般社員というようにヒエラルキー、要は役職別の階層が明確です。自分の視野を広げて成長するためには、一つ上の役職になったつもりで意思決定をシミュレーションするといいでしょう。つまり、一般社員は主任の視点で、主任は係長の視点で、係長は課長の視点で、課長は部長の視点で、そして部長は常務の視点で意思決定をしてみるということです。そうすれば上司の気持ちを全てではありませんが、多少なりとも理解できるようになります。また、昇進した時のための練習にもなります。ポイントは自分の役職より一つ上の役職になったつもりで行動してみるということです。例えば、あなたが課長であれば、もし自分が部長だったらどのような意思決定をして、どのような行動をするのかをシミュレーションすればいいのです。昔から役職が人を作ると言われていますが、その役職になったつもりで行動すれば、やがてその役職に見合った器に成長できるはずです。このように一つ上の役職を意識して数年を過ごすのと、意識しないで数年を過ごすのでは、実際に昇進したとき、実力に大きな差が出るでしょう。誰に対しても経営者になったつもりでというのではなく、役職に応じて課長になったつもりでとか、
部長になったつもりでと使い分けることが大切ではないでしょうか。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらに飽きないは角角チャンネルの登録のバナーが出ているかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。